日本が忘れることのできない2011年に忘れ得ぬ記憶に残る逆転優勝はあるか。勝つことが最低条件、勝つしかないガンバ大阪。ごとび体制1年目、勝って終わりたい清水エスパルス。勝ちへの思いが強い両者がぶつかり合う。2011年の J1 優勝の可能性が残っているのは3チーム。3位ガンバ大阪、勝つことのみで優勝の可能性が残ります。今日の放送の解説は元日本代表中西英輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在3位のガンバ大阪、1位の柏、2位の名古屋との条件次第ではありますが、勝つことで勝ち点3を積み上げることで逆転優勝の可能性が残ります。いずれも柏、名古屋ともに引き分けることが条件です。そしてガンバ大阪の西野朗監督は10年目いよいよ最後の J1 のリーグ戦最後の試合ということになります。いずれにしても中西さん、はい、ガンバ大阪勝つモチベーションは非常に高いゲームですね。そうでしょうね。本当にもう勝つしか優勝の可能性ないですから、今日は楽しみですよね。ごとび体制としては1年目となる清水エスパルスもホームでの最終節、勝って終わりたいという両チームのぶつかり合いです。サイドリポーターが新井真希さん、実況同意でお伝えしていきます。その勝つしかないガンバ大阪、こういうゲームの入り方というのは選手の気持ちに立つとどんなものでしょう。中西さん、そうですね、やはりいつもそうなんですけども、やっぱり先制点というのがすごく大事ですよね。特に、今日なんていうのはガンバの方は、まず先制点取ってどうなるかですよね。2点目取りに行くのか、それともその1点を守るのかっていう展開にももしかしたらなりますからね。そして中西さん、まだ開始1分経っていないんですが、藤原があれだけ高い位置まで上がっていって、コーナーキック取りました。そうですね、意識高いですよね、やっぱりね。北川の蹴ったボールに対してファーサイドから頭で落としていく、その前に笛も鳴っています。前節、山口選手出てなかったですからね、最終節にかける思いも、強いでしょうからね。山口が戻ってきています。藤尾、岩下、ボスナー、太田の4バックです。4アピンがアンカーに入っています。かなり高い位置から仕掛けていくイグノー、枝村とアレックスを中盤に置いて、大前、伊藤翔、高原というこの3人のコンビネーションになるでしょう。ボールを落としたところにアレックスが詰めていきます。今日のサブのメンバーを見ますと、清水エスパルスには小野伸二の名前と、それからユングベリの名前がありません。いずれも怪我、そして小野伸二の場合には発熱もあって今日はサブから外れています。中西さんの話にもありましたが、山口が今日はスタメンに名を連ねています。山口と中澤のセンターバック、右に梶、左に藤原を今日も起用しています。遠藤は怪我を抱えながら今日はピッチに立ちました。遠藤と明神のボランチに北川と武井が絡んでいきます。さらにイグノ、いつもならばここにというような決定力のあるラフィーニャがいるんですが、ラフィーニャが今日は出場停止、代わりに平井が入っています。西野朗監督、リーグ戦は今日が最後の試合です。就任10年、その10年の集大成をどのような形で迎えるんでしょうか。ここもセットプレーは遠藤ではありません。遠藤は足の痛みがありまして、今日のセットプレーは二川に任せました。ボールを蹴っていく山本海斗が掴んでいます。ガンバ大阪の西野監督は、心境は普段通りと言いたいところだが、いい意味の緊張感もあるし、やりがいもある。上位3チームの中でガンバだけ勝ち切らないと可能性がないのがはっきりしている試合。お前は仕掛けますね、お前が仕掛けるがついていく、ついていく、藤原がついていく、いいですね。自分たちがやってきたサッカースタイルが自然に出せるゲームになればいいと力を込めました。昨日も練習では長く長く J1 最後の試合ということもあって話していた西野監督です。今シーズン急成長の大前の上げたボールに対して先にせるのはガンバですが、こぼれたボール、一旦収めて、さらに前に送る4アピンからさらにフリー、オフサイドの旗が上がった。アレックスはオフサイドの旗が上がっています。点を取りに行かなきゃいけないんで、その辺でやっぱり前に意識を集中しすぎると、やっぱり、ディフェンスが、おろそかではないんですけども、手薄になってしまうんでね、エスパルスの方はそこの辺をどう今日はつけるかっていうところが勝負だと思いますね。左サイドに起用されている藤原です。藤原は最近ラッキーボーイと自らも言っています。その藤原で上げたクロスボール、いいボール入って落として山本ガイド、さらにシュートに行く、コース変わった、クリアします。ちょっとシュート当たらなかったですね。今年はナビスコカップはベスト8浦和に敗れて、 ACL では16位でベスト16でセレッソ大阪に敗れ、そして天皇杯は水戸ホーリーホッキーに2回戦で敗れていますので、残る優勝の可能性はこのリーグ戦のみです。天皇杯はもうありません。滑った、高原、しかしもう1回絡んでいきます。辻尾、クロスボールに対してエリカー先制点、清水エスパルスが先制。ヘディング高かったですね、今のね。勝つしかないガンバ大阪が先制を許す。中西
内さんがおっしゃっていた先制点の重み、どちらが先に取るのかということでしたが、ホームの清水が取って勝つしかない、ガンバが取られました。遠藤選手は昨日の練習が終わった後はとにかく今日の朝の判断でゲームに出られるかどうか、チームに迷惑をかけないということが分かれば出たいと言っていましたが、今日このピッチに立っています。そうですよね、まあ、そこまでね、あの思いがある試合なんでしょうね、やはりね。今日はラグビー、スルパス抜けていく、山本が出た、いいですよね。左サイド藤原が高い位置を取っています、真ん中も空いています。その真ん中を使ってがさらにイグノのドリブルで後ろから来るのはヨンアピン、滑った、ヨンアピンが足を滑った、イグノから戻っていく、同点ゴールならず、ポストに当たりました。優勝の争いをしている3チームで唯一点が動いているのがこの日本平です。アウトソーシングスタジアム日本平、前を向きました。北川スルーで出した、イグノオフサイドはない、うまい、滑り込んでくるのもこれもかわして上げている、マイナスのボールは戻ってしまいました。でもイグノ選手もうまかったですよね、抜くまでね、あの滑らせておいてということですか、岩下を、そうですよね、スライディングのタイミングでは仕掛けずに相手が滑り込むのを待ってから上げました。サイドからえぐるか、中に待つのはイグノ、山本海斗掴んでいます。前から高原も守備に積極的に参加している清水です。山口から送ってスルーでイグノに対して北川は、山本が触る、キャッチしました。大前同様に太田も今シーズンは全試合出場です。戻して合わせられませんでしたが、もう一回捕まえた、さらにここから狙っていきます辻尾、またこぼれたボールはどちらに行くのか、ガンバに来ればというところ、このプレーはない、プレーはありません、ファールはありません。そして4アピン、ゴールキーパーキャッチしています。ゴールを決めている伊藤のところ、ちょっとパスは戻りましたが、こういうところ開けたくないですね、スパルスはね、ドリブルのスペースもあってパスの選択肢も出てきています。うまくかわして二川が狙いました、左足のシュートはゴールキーパーキャッチ。コンパクトに保っているエスパルスの間を抜けていけるか、ね、岩下がついていくが、イグノ、ね、岩下にイエローカードが出ています。楽しみですね、入ってきて先に触るかどうか、山口か、惜しかったですね、武井の足首の痛みを押しての出場です。いやなかなか清水のコンパクト崩れない、そうですね、ただ裏を取る、いいボールが出ました、上がったボール、さらに、そうですね、二川がキープしながら、さらに2人に囲まれながら藤原に渡す、明神、こうしたボール回しの中からのスイッチですね、うん、そうですよね、あのどっかで、まあ、ダイレクトなのか、まあ、そういうパスで、ね、スピードでみんなが動き出すっていうのは欲しいですよね。前を向いたイグノ仕掛ける、こぼれてきたボールが来た、武井のシュートは相手に当たった。西野明監督は就任10年、 J1 という厳しい戦いの中で中西さん、はい、10年監督を務め上げる、うん、もちろんその中にはリーグ戦の優勝1回、はい、それからナビスコカップの優勝、天皇杯の優勝は2回、はい、ACL アジアのチャンピオンの1回になっているという、うん、この数々のタイトルをもたらしていました、ね、すごいですよね、あのまあ日本人の方でね、まだそこまで やられてる方はやっぱいなかったですから ね、もう本当に日本代表する監督ですよね。またそして結果にこだわるだけではなくて、面白いサッカーを演じてこのリーグを必ず盛り上げるという存在になりました、ね、はい、西野監督なんですけれども、この時間帯になってもですね、一度もピッチの方に選手たちに声を発することがないんですが、じっと様子を伺っているのが印象的です。ドリブルするスペースがあった太田、さあここで今新井さんが話していたんですが、そうですね、初めて出てきたんですね、これが、はい、そして藤原選手上がれというような身振りを見せましたね。藤原は相当上がっているように思いますが、まだまだもっといけと、そうですね、もっと積極的にもらいにけってことだと思うんですよね。もらいにけですか、なるほど、多分このまあ左サイドの方がちょっとスペースがあるんで、そこの辺もうちょっと声出してもらいに受けろってことだと思うんですよね、積極的に。高原が忍び寄ってきています。山口戻したが、今日も狙っていきたいですというふうに話をしています。
このボールはカットされる。枝村サイドが空いていた、大前ドリブルではなくクロス上げだ、足にぴったり合っていれば、うわ、つながすとなった、流し込むだけ、そこのコントロールだけが乱れました。いやーもうガンバ冷や汗、こうね、トラップですよね。もうディフェンス予測できないですね。振り切りましたけどね。チャンス、ガンバ出る、藤原かわした、同点ゴールが生まれた。しかし喜ばない、まだ追いついただけ。ガンバはすぐさまボールをセットに戻ります。ですよね、ピンチの後にすぐチャンスですからね。それをものにしますからね、ガンバはね。ガンバ同点、望みをつなぐ決定的なチャンスを清水が逃した。その後のこの縦へ急いだボールでした。そうですね、ここでもイグノもうまいですね。少し当ててね、山本海斗をわずかにずらしてボールだけを先に生かして、ちょっとね、ガンバ同点。しかし中西さん、はい、ピンチの後にチャンスありという言葉通りになりましたが、決め切りましたね。そうですね、まあ、やっぱりこういう差がね、あの上位のチームっていうのは出てくるんでしょうね。イグノのゴールが決まりました。今シーズンの14得点目。ここを集中力高くしのいだ後のカッター、笛が鳴る、イエローカードです。高い場では首位の柏が1点をリード、まあ、とにかく勝ち越しということしかもうないですからね。そうですね、またスタートラインに立ったってことですよね。あ、なるほどね、これ左のスペースがあるが先に触った、なんとか岩下が足を伸ばしました。そして逃げていく、突っかけていく大前、イエローカードが出ました。イエローカードは双子ですか、名人ですね、名人ですね、はい、現在のところ柏が1点をリードしています。このままいきますと柏が優勝ということになりますが、まだ始まったばかりです、枝丸が空いている、コースを変えた高原、ここはまずクリアに逃げましたガンバ大阪。ファーサイド折り返す、サイドネットが入ったか、入った、入りました、勝ち越し。ガンバが前半のうちに勝ち越し、フリーになりましたね最後ね。2ゴールというイグノ、難しいところ入れましたね。あ、一瞬サイドネットか、あるいはポストかというところ、狭いところ入りました。さあ中西さん、はい、前半のうちに逆転、ガンバらしいといえばガンバらしいですよね。本当に決定力ありますからね、もらっている感じになりましたよね。二川、いいですね、左サイドから藤原、届くか届くか届くか、届いた、平井がニアサイド、ファーサイドでさらに詰めていく、こぼれたボールを運ぶ、ゴール前エンド、橋本です。1点リードした後どのようになるのかなという部分はあったんですが、追加点は大きいでしょうね。大きいでしょうね、つながりがしますね、はい、小さいパス回しで藤原が、これをボスナーがクリアです。エスパルスの方は、まあ、はい、高原選手一人残して全員引いてますからね。あ、そうですね、それだけガンバの選手は、ね、プレッシャーかけてますよね、前に北川が抜く、ボスナアレックス、ヘディング、高原セイダー、藤ヶ谷ナイスセーブ。いやでもこれもよく始めましたね、巻いたボール、ニア、さらにこぼれたボール、これはファウルもない、ハンドを出場しましたけれどもありませんでした。振り切った、中を見た双川、平井も上がっている、イグノも猛烈に追い上げてきている、ニアサイドにイグノ、相手に当たった、辻尾に当たった、深川がもう全力を前半から使って攻めに攻撃のタクトを振るっています。ニアまだ残ったか、旗が合っていません。ここで前半終了です。
1点を伊藤翔のゴールで清水エスパルスがリードするも、イグノの2ゴールでガンバが逆転し2対1で前半を終えています。もちろん優勝となるかどうかは他会場の結果次第ということですが、自分たちでできることはまず勝ち点3を取るということですからね。そうですよね。まあね、まあ、西野監督もおっしゃられたように多分情報は、ね、選手も多分知らないとは思いますし、はい、その中で多分ガンバのサポーターは、ね、まあ、多分知ってると思うんですけども、それはあまり出さなかったですよね。ゴールを決めた伊藤翔が左に、右に大前がチャンスメイクを幾度となくしています。さらにトップで今日も高原いい動きを見せています。うん、このコバルトボールに対してイーグノを詰めていく。うん、でゴールキックのジャッジに対してイグノは驚きの表情です。ゴールキックですか。これ、ね、スライディングしたとこ、ボスナーが触ったと思ったんですけどね、こっちから見ても、はい、ですよね。まあ、まあちょうどね、前進からしてみれば、まあ、後ろですからね、ちょっと見えなかったかもしれないよね。フォワードが左からキムスンヨンに変わっています。田川と武井が中盤にいて、ボランチに足の怪我を押しての出場遠藤、そしてチームのキャプテンでもある明神です。きついんですよね、やっぱりね。クロスに対して足を出した、ヨンアピンが狙いました。コース変わって、さあこぼれたボールに高田、さらにアレックスがキープして、ヨンアピンに戻して、左と右を見ると左には太田がいる。その太田に預けました。と入れ替えて伊藤、体の動きをボールを先に動かして、高原、奪った、ボスナーしかいません。戻りきれるか、横に出す、ちょっと届かなかったが危ないところ、なんとか抑えて3点目。素晴らしいですね。二川のゴールで3点目。ああいうゴールってね、本当一番難しいんですけどね。高川選手もね、しっかりちっちゃく止めて、しっかりとね、浮かしてシュート打ちましたよね。トラップが大きくなればキーパーがまた出てくるところですね。はい、ここちっちゃくね、止めてね、浮かしてね、うまいですよね。キーパーを足止めにして、スカスの方にパスコースを探してね、そこイーグノ選手重なってですよね、まあ、そこから、まあ、追いつけなかったですよね。まあ、最後、まあ、二川選手もよく長い距離走って、はい、最後落ち着いて決めましたよね。二川出した、追いつけるか、藤原クロスボール、あ、角度変わった、オフサイド、スキムスンヨンオフサイド、願っている状況そのものです。このボール奪いました、アレックス。角度があって、シュートが打てるところですが運んでいった、さらに高原です。高原打たずに右を見ながら自分で打った、あ、新潟対名古屋です。つまり優勝の可能性のある3チーム全てが、中西さん、はい、リードしているという状況です。そうですね、まあ、ね、あの3チームもやっぱりこの最終節までこう上位にいるわけですから、まあ、そう簡単にはね、負けはしないと思うんですけども、まあ、その中でもプレッシャーの中でね、はい、3チームともよく戦ってますよ ね流れるようなパス、イグノから二川、そしてドリブルはキムスンヨンで、横を見ればイグノもいるが、自分で打ったが相手に当たった、角度変わって、これをボレーで打つのか抑えるのか、ヘディングで中に戻しました。シュートまではいけませんでしたね。そうなんですよね、行ってほしかったですけどね。アレックス、伊藤、抑えて枝村、またなったんですね。選手の気持ちをおっしゃいましたが、はい、あの2対0って一番サッカー難しいって言いますよね。そうなんですよね。イグノからキムスンヨン、ぴったりは合いませんでした。とにかく残りの時間があとは信じて戦うだけ、勝ってあとは待つだけという形にしたいガンバです。先ほどのキムスンヨンのヘディングのシュート、悔しがった西野監督です。攻め切れないですよね。あ、そうですね、出てしまうというところ、かっさらって武井から送ったボールです。もう一回ドラップね、変わってますね。ヘディングぴったりか、オフサイド、旗が上がっています。遠藤がためを作って落ち着かせてというよりも攻めていきます。これもまたそうです。キムスンヨン、中はイグノです。
ファーサイドには二川がいます。イグノさらに二川も合わせた。いい二川のシュートですか。もう一回藤原がフォローに行きました。ですが中を見て上げていきます。26番村松選手が入ります。村松を入れました。その選手が入りきらないうちにですが、キムスにオフサイドの旗がありました。キーパーはスライディングしてキャッチしました山本。まあね、はい、本当に今のなんかでもパスのなもうちょっと長さが合わなかっただけで、もう1メートル2メートル後ろで出せてたらもう1点もんですからね、はい、あさあチャンスが生まれるか。上がっているのは左に伊藤ですが自ら打ちました。浮いた。高い上のそのいわゆる1位と2位のチームは1点差です。そうなんですよね。その1点差っていうのは結構キーポイントになってくると思うんですよね。二川から井上、高原が収める。その間に待つ。その味方へのパスを奪われる。キムスンヨンが狙うか。出した遠藤。ループちょっと狙いに行きましたかね。今エスパルスはもう3枚目のカードの準備をしています。高木選手が枝村選手に代わって入ります。このカウンターはキムスンヨン出すか。あ、打った。本当にもう今日の試合だけで何度もね、もうイグノ選手がね、前線でボール取ってチャンス作ってるんですよね。うまい。武井。武井置き去る。あ、サイドから高木が入っています。残り15分を切っています。大きいですね。まあ守れるだけのディフェンスもね、多少はちょっとありますからね。イグノ、遠藤です。ガンバ大阪は選手の交代の準備を進めています。はい、橋本選手が呼ばれています。二川選手に代わって入ります。その二川が追いついた。戻してフリー。本当だ。橋本もガンバ大阪での最後のプレーと目されています。そうですね。まあ、その中でね、まあ、これで出番をまたあるっていうのはね、幸せなことですからね。まあ、残り時間ね、頑張ってほしいですね、はい、遠藤と並び中盤を支えたこの橋本英夫です。コーナーキック、フリーだ。フリーです。これもまたフリーになっています。そうですね、山口のヘディングシュートでした。先ほどまでは二川が先ほどのコーナーキック同様キムスンヨンが蹴ります。オスナーのクリアが若い選手が多いだけに今後に期待できる清水エスパルス、今シーズンの戦いからさらに来季は飛躍の年を迎えるでしょう、ね、このボールも誰もついていけませんでした。ヘディングシュート。あくまでも攻めて、あくまでも追加点を取って、西野監督の標榜する攻撃サッカーを最後まで貫こうというガンバです。いやもうここもフリーですもんね。10年という長きにわたった西野ガンバ、その集大成というものをきっちり仕上げて終わりたいところです。出足の速さはガンバです。そしてキムスンヨンからすればオフサイドありません。打ってもう一回ゴールで溜めた。遠藤、武井、遠藤、武井、そのサポーターに向かって蹴っていきます。家元主審が家を時計を見ました。
ガンバの方としてね、はい、もうこのまましっかり守って終わらせたいですよね。そうですね、はい、高木、うおいいとこ行った、角度変わった、3対1、ガンバ大阪、西野明率いるガンバ大阪10年の集大成、攻め続けて3対1、リーグ戦争最後の試合を見事な勝利で収めました。攻め続けたガンバ大阪、選手たち、そして西野明監督、まだ高い上の結果は知りません。ですが中西さん、はい、やるべきことはやって、はい、そして見事な内容で勝ちました。そうですね、本当にもう選手たちはね、本当 100% 以上の力を出したと思いますね、今日はね、そしてゲームが終わりました。名古屋は1対0で勝ちましたが、首位の柏も3対1で勝ちました、うん、柏レイソルが J1 昇格1年目にして優勝、戦ったガンバの選手たちのその気持ちや、はい、今日のこの勝利の輝きというのは優勝が伴わなくても失われるものではありません、うん、そうですよね、本当に先ほども言ったんですけども、本当に選手たち自分たちも疲れてこう終盤でね、最高のパフォーマンスを見せたんじゃないでしょうかね。素晴らしい勝利で西野明率いるこのガンバ大阪10年の集大成を迎えました。ガンバ大阪が勝利しました。優勝の美を飾りたかったですけど、本当に長い間お世話になった監督ですし、なんとか今日勝って、最後はやっぱり勝って終わりたいという気持ちがあったので、またゆっくり話す機会もあると思うので、その時にゆっくり話したいと思います。その西野監督が武井あるいは他の選手たちと握手をしながら、ちょうどサポーターに向かって挨拶をするというところです。10年間率いました、はい、J 史上最長の監督の歴ではありました、はい、そしてその中でさらに上昇チームを作り面白いサッカーを続けてきました、うん、そのガンバ大阪西野明監督についてはいかがですか。本当にね、10年って、はい、結構こうマンネリ化してしまったりする可能性もあると思うんですよね。でもその中に本当に攻撃的なサッカーをね、本当に根付かせたんだなと思うとやっぱりすごいんですよね、はい、最後には逆転はありませんでしたが、はい、しかし貫いた優秀の美と言っていい今日のゲームですよね。そうですね、本当にもう最高の今日はゲームしたと思いますね、はいはい、全日程が終わった今年の J1、はい、2011年は大震災がありました、はい、リーグも途中で中断しました、いろんなことがありました、忘れられないこの1年ですが、どんな思いで中西さんは今年を見ましたでしょうか。そうですね、本当に先ほどもね、おっしゃられたように、あの震災からね、どうなるのかなっていう1年始まりましたけども、その中でね、選手たちが日本を元気するっていう意味合いでね、本当に 100% 以上の力を出してこのシーズン戦ってくれたと思いますね。で、この最終節でね、本当にみんな力を出してくれたと思いますね。西野明監督の胴上げが行われました。そして J2 では全ての昇格チームが決まりました。 FC 東京、鳥栖、そして3位には札幌が、久しぶりに札幌が帰ってきます。そうですね、まだ北のチームがまたね、1でも増えるってことはね、すごくいいことだと思いますね。 FC 東京は1年で帰り咲き、そして鳥栖は初、初 J1 です。楽しみですね、はい、さて今年もいよいよ今日でこの試合で最後ということになりました。また来年に向けて、はい、中西さんはどんなサッカー界にしてほしいと思われますか。そうですね、本当にまだね、これからいろいろ戦いありますけどもね、さらなるファンの方々を、ね、満足させれるようなね、はい、この J リーグにしてもらいたいなと思いますね。さらにはワールドカップの最終予選も始まります、ね、うん、そうですね。今日の放送の解説は元日本代表中西英輔さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ガンバ大阪西野明監督のラストゲームを3対1見事な勝利、優秀の美を飾りました。
いろんな試合がありました、万博では、まあ、いい試合もあり、皆さんがっかりさせるようなゲームもありましたけれども、本当にここでの勝った後の何とも言えないこう幸せに包まれるこう雰囲気をこう皆さんと共有できたことが本当にあの嬉しく思いますし、皆さんの期待に沿えないことは必ず来シーズン埋めてくれると思っています。そういう選手たちにたくさん来年も引き続いて応援してあげてください。本当に1年間皆さんのサポートによってあのいい試合たくさんできました。皆さんに感謝したいと思いますし、選手スタッフにも本当に感謝したいなと思っています。そしてこの万博スタジアムにもいろんなことを与えてもらいました。すべてに感謝したいと思います。本当に1年間ありがとうございました。来年もガンバ応援してください。